好きなことやってたらそのカリスマとかテオとか言われてますけど、まあ自分じゃそんなつもり全然ないんですけどね。まあどうしようもない人間なんで。自分流っていうのが、まあ飛距離と速さ、それをずっと考えてきたら、まあこういう車を作ってしまったんだけど、まあ速さでは誰にも負けたくないし、飛距離でも負けたくない。その両立させる車っていうのが自分のイメージだとこういう車になってきたんですよね。現時点で満足したくない。距離も今日より明日のがもっと手前から流せる。速さでもたった1キロでもいいから、今日より明日常に速く走りたくて。この男がドリフト界のカリスマ帝王小口となぜ言われるようになったのか、その人気の秘密は、全日本プロドリフト選手権においてまだタイトルがない、いわば無冠だ。しかしその人気は圧倒的。ファン投票で行われるオールスター戦の場合、まずトップの票を集めることは間違いない。一体彼のどこがカリスマなのだろうか。それは彼のスタイル、マシンメイク、生き方にあるはずだ。小口ワールド、その領域を確かめたい。大会で勝っても負けても、まあ結果の時には絶対言い訳はしないし、その自分の満足できる走りっていうのができた時には必ず結果っていうのはついてくるんですよ。自分の本当の限界のギリギリの走りができないと、本当の意味で勝ったとは言えないと思うんですよね。プロドリ、それはもう最後まで自分のスタイルを貫き通すっていうか、審査に合わせる走りじゃなくて、最後まで自分の走りをしたい。まあその時なんですけど、その朝の土屋さんの挨拶、あの言葉にも結構俺は感動したし、その自分たちのことを本当に分かってくれてるっていうか、なんか自分たちの道を作ってくれてるような気がすごいするんですよね。プロドリっていう通称ですけれども、これで大会に出ることによって生活費が稼げると。下手なレースに出るよりは飯が食えるということで、今年から始めたわけですけれども、とりあえずプロになるということで、俺がやってきたこと、折戸がやってきたこと、取材から何からで飯が食えるようになる。で来年になって、その1位から6位までのオーディションをやって、選ばれた2名から3名、それは毎月のレギュラーの取材があると、その取材をやってるだけで飯が食えるようになる。自分がうまいと思ってみんなここに来てんだけど、うまいやつは世の中に5万といるから。でレースなんかもそうだし、速いやつは世の中に5万といる。かっこよくて当たり前、速くて当たり前で、あとはもう角度だろ。その人たちに気に入ってもらえる走りじゃなくて、あの人たちをあっと驚かせるような走りができるように頑張りたいですね。ドリフトで一番重要なものっていうのが五感だと思うんですよ。まあ手なんかはそのフロントの接地感、左右にこうやって動かした時のその接地感っていうのを自分の手のひらで感じてほしいし、そのアクセルワーク、まあリアのホイールスピンの量、それを自分の右足の全開だけじゃなくて、そのハーフアクセルとかそういう乗り方で、そのホイールスピンの量っていうのをどれだけ踏めばどれだけホイールスピンするか、その量っていうのを自分で感じ取ってほしいし、あと大事なことっていうのが、いい車に乗ること。まあこれは例えの話っていうか実際にあったんですが、
自分の後輩が普通のノーマル形状の足、まあ、LSD は入ってるんですが、そういう車を乗ってた時に2速でドリフトしてるのがやっとこう、まあ、その姿勢も全然まともじゃなかったんだけど、その自分がある程度仕上げた、自分が誰にでも乗れるようにっていう感じで仕上げたシルビアを、まあ、打ってそいつに乗らせたんですよ。そしたらもう初めてさっきと言ってもう3速で平気でブンブン流してくるから、乗りやすい車っていうのがすごい大事だと思うんですよね。でそういう乗りやすい車で早いうちにその車の挙動っていうのを覚えた方がすごい上手くなる近道っていうか、自分はそう思ってるんですよね。まあイカ天もう何年前かな、4、5年ぐらいになると思うんですが、まあその頃はもう誰にも負ける気がしなかったっていうか。鹿島代表は K スタイルウィズラピッド。ここは誰？リーダー誰？ここに。あ、これリーダー。あ、リーダーこれ。名前は？あ、小口と言います。小口くんの車はどれですか？赤い方です。赤い方。赤いやつ。タービンとか。まあ、タービン変えてんの？で、変えてあります。珍しいね。ちょっと見てみようか。読んで読んで。で、タービン変えて何したの？オイルクーラーもついてる。いや、ついてます。結構うまい。いや、そんなことないよ。そんなことないの？じゃあ次行こう。斬新な車作りと革新的なテク、それを続けていたら帝王と言われるようになった。カリスマは一日にしてなったわけじゃない。一昔前はただの栃木弁丸出しのかっこ悪いあんちゃんだった。その時代に17インチを履いてみたり、タービン交換したり、そのシフトアップドリフトやそのクラッチを蹴ったりして流していく、そういうことをやってたら、なんか知らないうちに名前が売れてきたっていうか。え、それでは AR 一番くじを引いた小口くんです。身長合わせてもらわんでもよかどですよ。イカ天全国大会で優勝候補筆頭だったにもかかわらず、タイトルはダッシュできず。小口ミスったんだろ。え、やっちゃいました。自分流小口の世界、自分の走り、自分の車、すべてを融合させること、それが小口ワールド。この時代から小口の走りは完成されていた。当時この走りを見た者は度肝を抜かれただろう。今でも十分通用するその走り、みんなが真似したそのテクニック、ここにカリスマと呼ばれるゆえんがある。栃木弁と言われようが、無冠の帝王と言われようが、小口には関係ない。そのペダルワーク、とても5年前の足とは思えない。そして小口が一つの目標に向けて動き始めた。その目標とは、全日本プロドリフト選手権ウィナー。マシンもリメイクし、小口のカリスマ土屋圭一に自分のスタイルを認めさせるために、今本格的に始動する。レンタルガレージ、自分の車のメンテナンスは全て自分が行う。それも小口流。まあ表彰台ぐらいは狙えると思うんだよな。思うっていうかもういかに狙ってかないとまずいでしょ、本当に。そして自分の世界を貫き通す小口の目が今、真剣になった。やっと取れたよ、サジタンク。だけど俺が作ったから、やっぱバレちゃうんだな、これ。コツコツと、コツコツと、一発で有名になったわけじゃない。自分でやる。この姿勢がいい。少しずつ前へ、小口は進んでいる。俺は飲み行けねえな。やっぱりいいけど。行きたいのは山々なんだけど。で明日も走んなくちゃなんねえから。プロドリに向け限界スピードの高いドリフトを求め、一人で練習に出かける小口。今小口が変わろうとしている。ドリフトのプロとして、帝王小口として、次は意地でも勝つ。俺はこれで食ってる。
俺は真のドリフト野郎だ。自分の夢、まあ自分の夢はとりあえず結構満足してますね。なんとか今車で食っていけるし、そのまあ贅沢はできないですけど、そのまあとりあえずギリギリでも生活できれれば、自分の好きなことやって生活できてるんで、それはすごい満足してます。まあ自分はいつまでもこの位置でいたいっていうか。いつまでもドリフト野郎でいたいっすね。昔より全然まともなんだ。